どうも、たつみんです。今回は、不労所得を作るための必須スキル5選です。正直、この動画で教える5つのジャンルだけ学んで身につければ、自分の力だけで半永久的に稼いでいけるようになります。しかも、労働時間は1日1時間まで減らせる。そんな最強のスキル、そして、それらが学べるおすすめ本まで教えちゃいます。この動画を見ているあなたは、毎日頑張って会社に行ってるけど、人間関係とか辛くて正直もうやめたい。副業に挑戦してみたことはあるけど、よくわからなくてすぐ諦めてしまった。独立してフリーランスを目指したいけど何から学べばいいかわからない。正直自分なんかにできる気がしない。このどれかに当てはまるんじゃないでしょうか。わかります。正直挑戦したことがないからこそ何から学べばいいかわからないし、わからないから怖いですよね。でも大丈夫です。この動画でそれらの共感は全部まるっと解消し、知ることで挑戦する一歩も踏み出せるようになります。ですが、今日教える5つのジャンルを1つでも知らず学ばないままだと、いやいや会社に行き続ける生活が定年まで続きますし、今後の不景気で突然職を失った時、路頭に迷うことにもなりかねません。そして僕らの世代はきっと年金もないでしょう。早めに稼いでおかないと真面目にホームレス生活もあります。逆に今日お伝えする5つのスキルを学び身につけるだけで、人生で一番若い今から自分の力で大きな額を稼ぎ、老後のお金の不安を消し去る安心感を手に入れることができます。どうせ嘘だろうと思ったかもしれませんが、こちらをご覧ください。少なくとも僕はこの5つのジャンルを全て身につけた結果、起業して5年目現在で総額4億円を稼ぎ、現在も1日1時間以内の労働しかせず、寝てても彼女とデートしてても旅行していて1分も作業してなくても商品が売れましたと1日の中で何度も売上メールが来ます。つまり働かなくても収入が入り続けています。そしてそれは僕だけではなく、僕がやっている講座の参加者である声優の花井さんはじめ、多くの方が自動販売機を設置したかのように勝手に売れている状態を実際に体験し、働くのもサボるのも自由という夢のような生活を送っています。もしあなたが気分が乗らないから仕事をサボっても勝手に給料が入る生活に憧れる、このまま雇われ続ける生活から脱出したい、そう思ったことが一度でもあるなら、この動画を完全保存版レベルです。最後まで見ていってください。また今日お話しする内容以外にも、このチャンネルでは働かずに稼ぐための実用的なノウハウをあれよあれよと大公開しています。チャンネル登録もお忘れなく。本題に入る前に一つだけ、こちらのラーニングピラミッドというなんかごちゃごちゃ書いてある三角形を見てみてください。こうやってあなたが動画を見るだけでは一番上の状態、講義を受けてるだけになるので、たったの 5% しか身につきません。せっかく自ら学ぼうとしているめちゃくちゃいい時間の使い方をされてるのにもったいないんですよ。なので学ぶだけではなく、実践し効果を自ら体験したり人に教えてみてください。そうすればなんと 75% から 90% も身につきます。行動体験レベルまで落とし込んでみてください。では不労所得を作るための必須スキル5選いきましょう。不労所得を作るための必須スキル5選、一つ目はライティングです。何それ照明のことと思ったかもしれません。それも確かにライティングなんですが、今日教えるライティングは簡単に言えば文章力です。といってもただの文章力じゃなくて、文章の力で人の心を動かし行動させることができる技術です。文章を使った営業スキルといえば分かりやすいかもしれません。このライティングスキルが身につけば、稼げるだけでなく友達関係、家族関係、そして恋愛まで幅広くうまくいくようになります。恋愛まで、それは激アツって思ったら真っ先に身につけましょう。ちょっと想像してほしいんですが、人と文章でコミュニケーションをするときに、どう伝えれば相手がどう思うのか、これが分かってたら何でもうまくいくと思いませんか。うざと思われたり、痛いなこいつと思われることもなく、いい関係を築いたり人を操ることができますからね。だからこそこのスキルは悪用厳禁です。ちなみにビジネスだと、このライティングスキルがあれば1万円5万円いや10万円の商品ですら文章の力だけで売ることができるようになります。そうなりたくないですか？もちろんこのライティングスキルも本を読むだけでは身につかないので、ひたすらに文章が上手い人のブログやセールスページ、発信を写経と言って意図を汲み取りながら写し書きして練習してみてください。みるみる上手い人の表現力が身につき上達します。で、全くの無知で練習しても意味がないので、これから紹介する本を開きながら練習してみてください。では、ライティングスキルが身につく本を3冊ご紹介します。これだけある
ればとりあえず文章だけで人を動かし、あなたの商品を買ってもらえるレベルまで持っていきます。ちなみに商品を作る方法がわからないというあなたは、前回の個人が不労所得を作る最短ルートというこちらの動画も後で見てみてください。さて、では一冊目はこちらです。メンタリスト DAIGO さんの人を操る禁断の文章術です。かなり有名な本なので知ってる人もいらっしゃると思いますが、この本はすぐに実践できるテクニックを心理学に基づいて解説してくれてるので、ビジネスだけでなく恋愛でも使うことが可能です。初心者でもわかりやすいので、まずはこちらを読み実践すれば文章力はある程度身につきます。正直僕がライティングを学んだ時は、この本がボロボロになるぐらい読み返しました。超おすすめです。続いて2冊目、大橋和義さんのこちらせる文章術。ここからはセールスに特化した文章術が身につく本ですね。この本はどうお客様を導いていけば商品を買ってくれるのか、そして心理学などのテクニックまでしっかり教えてくれます。ものすごくわかりやすいので、セールスライティング初心者にもおすすめです。最後に3冊目、同じく大橋和義さんのセールスコピー大全。先ほどのこちらせる文章術をさらに細かく、そしてさらに実践ベースのノウハウががっつり書いてある、ある意味中級者から上級者まで使えるセールスライティングの教本です。初心者でもこの本を見ながらセールスページを作れば文章だけで売れるようになりますので、ぜひ買って使ってみてください。正直これらの本もいいですが、先ほども言ったようにライティングスキルって文章が上手い人のブログやセールスページ、コラム、これらを見ながら写し書きするのが一番身につきます。PC の画面の左に元の文章、右にメモを用意して写し書きをしていきます。で、写しながらここはこういう意図でこの表現なのかなと考えると、勝手に上手な文章が書けるようになっていきます。ぜひやってみてください。不労所得を作るための必須スキル5000。二つ目は心理学行動経済学です。出た出た、なんか難しそうなやつと思ったかもしれません。よくサンクコスト効果とかザイオンス効果とかザイガルニク効果とかわけわからん名前が出てくるんですが、別に無理して覚えなくて OK です。これをすれば人はこう動いちゃうんだなとかを知って活用するだけで大丈夫です。この心理学や行動経済学をビジネスに応用するだけで、人を思うがままに動かすことも可能です。ライティングと同じように簡単に人に商品を購入させるテクニックがたくさんあるので、こちらも悪用は厳禁ですね。心理学を知っておくことで、世の中の広告のキャッチコピーやテレビ CM は、ああこういう人に売りたいんだなとか、企業のマーケティング戦略や販売戦略が手に取るように分かるようになります。そして行動経済学を知っておくことで、なぜブランドものが売れるのか、めちゃくちゃ売れているものがよく見えて欲しくなるのか、レジ前でついでに買い物カゴに入れてしまう心理の仕組みなども分かるので、無駄遣いも減ります。ぜひ知識を身につけましょう。ちなみに今後の動画で行動経済学や心理学についてもがっつり掘り下げたテクニックを解説する動画も撮りますので、楽しみにしておいてください。ではおすすめの本をご紹介します。まずは行動経済学の本、こちらの阿部誠さんのサクッとわかる行動経済学です。ぶっちゃけこの一冊があれば大丈夫。あなたが買い物している時、お店がどんな心理効果を使って購買行動に導いているのかがサクッとわかります。心理学の本はこちら、中尾雄一さんの顧客心理をつかむ心理学です。ビジネスで使える心理学はこの一冊で OK。 割と具体的な応用例も書いてくださってるので、実践にも使えます。不労所得を作るための必須スキル5000。3つ目はセールスです。正直このスキルがあれば、その辺で拾った石ころ1万円で販売するのも不可能ではありません。あなたが作った商品を高額で販売することも可能です。もしこのセールススキルがあれば、無一文になったとしてもすぐに復活できるので、身につけておいて損はないですよ。ただしこのスキルは、物を売るスキルという解釈はしないでください。会話の中で相手の気持ちや心を読み取り、その時に求めているものを提案し、悩み解決ができる商品やサービスを提案できるスキルという解釈が正解です。ここで売るスキルだと思っていると一生売れないどころか嫌われる人になってしまうので注意してください。ちなみに今からおすすめ本も紹介しますが、セールスに関しては直接的な営業もセールスライティングも一緒で、本を読んでもスキルは身につきません。結局実践経験を積み、失敗をたくさんする中で学び、スキルが身についていきます。なので紹介する本もセールスに挑戦する前に読んでもいまいち理解はできないと思いますので、実践する中で答え合わせに使ってみてください。ではセールスのおすすめ本ですが、こちら中村真嗣さんの営業の魔法です。他の動画でもおすすめしたことはありますが、本当にいい本なんですよ。営業の本質がこの一冊だけで学べます。しかもストーリー仕立てで入り込みやすいので、最後まですっと読めちゃいます。たださっきも言った通り、実践する前に読んでも理解はできません。僕も実際人に営業する前に読みましたが理解できませんでした。ただ300人ほど営業して失敗し続けた後に読むとすっ
ッと入ってきたんですよ。経験って一番の学びだし、経験してから知識をつけると爆発的に成長できるのでマジでおすすめです。では次、不労所得を作るための必須スキル5選、4つ目はマーケティングです。マーケティングってよく聞くけど結局何って思いませんか？結論、マーケティングとはお客様に売り込まなくても商品が売れる状態を作ることです。 SNS マーケティングだったら Twitter や Instagram、YouTube で発信しているだけでお客様が商品やサービスに興味を持ち自ら進んで購入する、この流れをこちらで作るということですね。正直このジャンルこそ話を聞くだけでなく自ら体験しないと理解すらできないんですよね。2パターンの勉強法があります。自分で発信してお客様が集まってきて興味を持ってくれて商品が売れる、これらを体験する。2つ目は自ら他人の販売動線に入り、どんな発信で興味を持ってその人の商品やサービスを知り購入しようと思ったかを書き出し分析する。そしてそれを参考に自分で同じ流れを実践し販売する。これが一番早いです。ただし同じことをやっていてもただの2番煎じ、弱っちい競合にしかならないので、マーケティングの知識をつけながら実践しましょう。例えばビジネスをやるときは必ず他社製品と違った独自の魅力的なアイデアを生み出すために自己分析してお客様に圧倒的な強みをアピールできるようにならないといけません。それを USP、 ユニークセリングプロポジションと呼びますが、圧倒的に安いとか圧倒的に提供が早いとかそういうのも USP になります。吉野家、松屋、すき家の牛丼とかは安いし1分以内に提供されるという他の飲食店にはない強みを生み出してぐんぐん成長してきたんですよね。なので今これを見ているあなたもそういう唯一の強みを見つけお客様に提供できるようになればぐーんと売り上げが伸ばせるようになります。そのやり方を学ぶために本も並行して読みましょう。ではマーケティングを学ぶためにおすすめな本ですが、まあ難しい本にはなりますが、こちらの J. A. ブラハムのハイパワーマーケティングがおすすめです。ここで書いてることを実践すれば変にマーケティングのコンサルを100万円で受けるよりも効果を実感できるはずです。基礎知識をつけたいあなたはこちらの一番優しい教本シリーズの一番優しいマーケティングを読むと用語から理解できるのでいいと思います。ただしやはりこういった基礎知識を本で身につけるよりやっていく中でわからないことを本で調べていく方がおすすめではありますね。不労所得を作るための必須スキル5選、5つ目は仕組み化思考です。今スキルじゃなくて思考やないかいと思いましたよね。でもぶっちゃけ働かずに稼ぎたいなら労働から脱出する動きをしないといけないので、僕はこの思考になることが一番大事だと思っていて、スキルの一つだとはっきり言えます。正直フリーランスの人ってスキルを身につけてそのスキルを使って稼ぐぞとなるわけです。なので会社に縛られてはいなくても労働しなければ1円も入ってきません。なのでせっかく独立してフリーランスになったのに全然自由がないやないかと絶望する人もたくさんいます。僕もそのうちの一人でした。なぜ労働地獄に陥るのか、それには2つの原因があります。1、自分で全部やろうとするから。2、仕組み化しようとしないから。これなんです。一人の力だけで何とかしようとしても限界は必ず来る。これは想像できますよね。でも10人でプロジェクトを進めたらどうなりますか？役割が決まってるので10倍のスピードで物事が進みます。デザイナーにデザインを、コーダーにホームページやセールスページの制作を、動画編集マンに動画編集を、とお金を使って時間を買うことで全ての作業を高クオリティでスピードアップさせることができます。そのおかげで自分はやるべきことだけに集中できるので、商品を作ることやプロモーション活動をして販売すれば爆発的な利益を出すことができたりします。フリーランスだけではなく副業に挑戦している会社員もぜひ外注は利用していきましょう。で、労働から抜け出すには仕組み化が必要なわけですが、仕組み化にも2種類あります。1、組織を作る。2、システムに任せるです。1の組織を作るをデザイン会社で説明してみましょう。会社の中にはデザインの仕事を受注してくる営業マン、メール電話対応などをする事務員さん、営業マンが受注したデザインを作るデザイナーを雇っています。なので社長は自らデザインをしたり仕事を取ってこなくても回る状態なわけです。会社を大きくするにはいい仕事をするのはもちろん、それ以前に認知を増やさないといけないんですね。だから組織化できていると社長は会社の認知を増やす活動に集中できて、認知が広まれば勝手に会社の利益はぐんぐん伸びていくと。でもここに気づかない経営者も多いので多くの会社は潰れます。ただ逆にやるべき仕事だけに集中できるようにしている社長はぐんぐん業績を伸ばしていきます。次に2、システムに任せる。これは僕がやっていることです。僕は一人も社員を雇わず年間6000万円の売り上げを出しています。もちろん人は雇っていませんが、組織と同じくデザインや動画編集を外注はしています。ここで組織と違うのは売り上げを出すための動きを人を使ってやっているのではなく、ネット上に仕組みを作ってやっているという点です。売り上げが上がる
る流れとしては、僕が SNS で発信しているだけで見込みのお客さんが興味を持ってくれる、そして公式 LINE と L ステップというツールがお客さんを勝手に購入したいと思ってもらえるように教育してくれて売上が上がるという感じです。だから僕は寝ていても遊んでいても勝手に商品が売れるんですね。ただ正直この分野は本で学ぶことができないので、おすすめの本はあげられません。なのでチャンネル登録して僕が教えている仕組み化思考を身につけてください。ん？待てよ、てかお前はどうやって身につけたんだよって思ったかもしれません。それこそ独学で鬼のように試行錯誤を繰り返しました。他にやってる人がいなかったので、今の仕組みを完全に確立させるのに3年かかりました。え、じゃあめちゃくちゃむずいんじゃねと思うかもしれませんが、そんなことはないんですね。なぜかというと、もうやり方が確立されてるからです。売れている人の公式 LINE に登録して販売までの流れを真似すれば売れるんですよね。正直概要欄から僕の公式 LINE に登録して教材とかで学べば、間違いなく1年以内に結果にはつながります。これは絶対に秘密ですよ。さて、ここまで不労所得を作るための必須スキル5選をお教えしてきました。正直簡単だとは思いません。ただぶっちゃけ必死こいてやれば誰にでもやればできるんですよ。でも誰もやらないから、僕も僕が教えている生徒さんたちも稼げているという感じです。日本ってどう考えても働きすぎじゃないですか。毎日満員電車に揺られて苦しい思いして通勤、最低8時間がっつり働きますし、帰りも同じくストレスマックスの満員電車に揺られて帰る人が多いですよね。で、中には残業を月に何十時間、多い人で100時間とかする人がいますよね。それなのに平均年収は令和2年の時点で433万円ですよ。それは人生嫌にもなりますよね。僕も会社員を1年間していたのですごくわかります。しかも ADHD でどうしてもミスが多い人や HSP で繊細な人は特に組織で働くのが辛いんですよね。僕は両方の気質を持っているので、就職して半年後には白目向きながら会社に行きました。ただ厳しいことを言えば、ある意味その環境を選んだのも自分、そこから動かずに耐えてるのも自分、結局自分の選択なんですよね。だから頑張って抜け出そうとする人は応援したいし、頑張ってる時の何をすればいいかわからない苦しさもわかるので、こうやって YouTube で発信しています。まだまだ YouTube では影響力のない僕ですが、動画をここまで見てくださってるあなたにはしっかりと知識を提供していきますので、行動に移して一緒に人生を変えていきましょう。応援してます。では今日の復習です。不労所得を作るための必須スキル5選。1、ライティング。文章だけで人を購入まで導くことができるスキル。オンラインで稼いでいくなら確実に身につけたいスキルです。2、心理学、行動経済学。人は何を言えばどう思うのか、どういう時に購入に至るのかなど、手に取るように分かるようになる知識。この知識を応用すれば、より売り上げを簡単に伸ばせるようになります。3、セールス。その辺で拾った石ころでさえ1万円で販売することができるスキル。ただし売るためのスキルではなく、お客さんが欲しいと思ってるものを会話の中で見つけ出し、悩み解決の手段を提供するスキルである。このスキルさえあれば一文なしになっても復活することができる。4、マーケティング。自分が売り込まずともお客さんから買いたいと言ってもらえる仕組みを作るスキル。正直本で学ぶよりも経験を積みながら知識を並行してつけた方がいい。これがあれば売り上げを最大化させることができるようになる。5、自動化思考。何でも一人でやらず、どうやったら自分が動かなくても売り上げが上がるのかを考えながら動くというスキル。この習慣が身につけば、不労所得を実質無限に増やしていけるというお話でした。概要欄から登録してくれた人にだけ、ボリュームと質両方にこだわった1時間20分のこちらの動画セミナーを無料でプレゼントしています。 90% の稼げない考え方から上位 10% の稼げる考え方に、たった1本の動画であなたを変えます。そんな本質ウェブセミナーをプレゼントしているので、ぜひ受け取ってください。しかも先ほどの動画だけでなく、他にも計4時間分無料で動画をプレゼントしています。すでに9000人近くが登録してくださっており、めちゃくちゃ有益だと好評なので、ぜひ公開停止にする前に概要欄のリンクから登録して学んでみてください。他にもこのチャンネルでは、お金のためだけに働く生活に嫌気がさしているあなた、家族や恋人との時間、そして自分の趣味の時間、自由に使える時間を確実に増やしていきたいあなたのために、働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけわかりやすく、一生懸命教えています。時間や場所にとらわれず、好きな人たちと過ごしながら自由な人生を送る方法が知りたいあなたは、動画を見逃さないためにも、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのタップをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。